ですね、停滞してるんですよ。再生数を安定して取ってる YouTuber もいるんですけど、もう登録者が止まっちゃってるんですよ。もう増えないんですよ、ずっと。自利品で似たようなことやってるっていう現状維持してるっていうのが今のトップの現状なんですよ。で、僕もそうでした。で、実は僕も、まあ、8ヶ月ぐらい前に間違ってましたみたいな動画上げて、そっから切り替えてアベレージ100ぐらいのチャンネルに戻したんですよね。まあ、それは成功したと。でも納得いってないんですよ、満足してなくて。で、その次なる一手考えた時に、今じゃ伸びてるチャンネルどこだってなって、みんなご存知ブレイキングダウンのミキルのチャンネルなんですね。めっちゃ伸びてるんですよ。あれ一発で動画10本とかで登録者30万とかありますよ。もちろんそれはミキルのセンスとか格闘技でマッチしてるんです、ね、時代に合ってたとか、いろんなのがあると思うけど、俺はあの成功を見てそれを求めないっていうのは違うと思ったんですよ。俺も欲しいっていう、それに代わる何かが欲しいって僕の底から思ったんですよ。それが次の一手だと。要はもう YouTube もマンネリマンネリしてるんで、普通にただ動画一本一本に頑張っててももう増えないんですよ、登録者。だからなんかでかいのぶち当てる、もうブーム作るしかないと思ったんですよ。世界観でブーム作っちゃうっていう、ブレイキングダウンって世界観でめっちゃなんか面白くてのめり込む、だからそこが熱狂が生まれてブームになったと思ってて、そういうものを作ったら光チャンネルはもう一段上に上がるっていう、そこからこの挑戦が始まったんですよね。もちろんこういろんなやり方が間違えて第1回結論こういう風になったけど、納得の結果でなかったけど、分かってほしいのは現状維持なんかするつもりないんですよね。別に俺が安定して100万再生取るなんて簡単なんですよ、取れる楽勝で。でもそこ見てない、正直。いつでも取れるから100万なんで。だから俺はたとえマイナスになったとしても大きな挑戦をすることに意味があると思ってるから、目指しての日本一なんですよ、ずっと言ってるでしょ、本気で日本一目指してるんですよ。だから俺のことを下克上なんかして失敗したとか言う人いるかもしれないんですけど、俺成功してないんですよ。100万再生取っても、みんなにとって100万再生取ってることは大成功のように見えるかもしれんけど、俺にとっては全然何もない、まあ、そこそこいいぐらい。だから自分が本気で求めてるとこに行こうと思った時に同じことしちゃ絶対ダメだと思ったんで、チャレンジだと思ってやったのが下克上なんですよね。だからあんだけこだわってたし、これからも俺は必ず成功する。